祖母のしたこと。私の一番古い記憶は3歳。木枯らし吹く夕方、一人でブランコを漕いでいるところ。手も足もかじかんでとても冷たい。でも今帰れば母に叱られる。祖母に迎えに来てほしい。ここはいつも来る公園なのだからきっとわかるはず。そのうち風に揺られてるのか、ブランコに揺られてるのかわからなくなる。私は母に虐待されて育った。飲み物をこぼした。ちょっと足音を立てて歩いた。声を出して笑った。そんな理由ですぐに折檻された。私に向かって拳を振り上げる母は喜んでいるように見えた。父は見て見ぬふりをした。失敗して叱られ、何度も蹴られる私の横で、テレビを見ながら食事をしていた。終わると、お母さんの言うことをちゃんと聞きなさいと言った。助けてくれたのは祖母だけだった。折檻の傷の手当てをして、一緒の布団で眠ってくれた。私をかばい、代わりに蹴られてしまったことすらある。それを見たとき、恐ろしさに泣いてしまった。お前のせいで痛い目にあった、と、叱られるんじゃないかと思った。それ以上に、もう自分を嫌いになるんじゃないかと思って、その恐怖で息が詰まりそうだった。二人で部屋に戻ると、泣きながら祖母の足に湿布を貼り、自分は殴られても大丈夫だから、いいからと必死に訴えた。何より祖母に嫌われるのが怖かった。祖母は私を抱きしめて泣いた。そしてそのまま一緒の布団で眠った。あれは多分5歳頃。ふと夜中に目を覚ますと、隣で眠っているはずの祖母がいなかった。きっとトイレに行ったんだろうと思い、そのまま目をつむった。でも、しばらく経っても戻ってこない。もしや母に何かされたのかと思い、そっと起き上がり襖の外の様子を伺った。何も聞こえない。音を立てないように襖を開けて、祖母を探しに出た。真っ暗な家の中。どこにもぶつからないようにと注意していた。気づかれればまた殴られる。トイレにも台所にも、今にも祖母はいなかった。もしかして自分を置いて出て行ってしまったのだろうかと思い、今を通って玄関に靴を見に行こうとした。庭に面した窓のカーテンが、少し開いている。外に人が立っているのが見えたので、隙間から覗いてみた。祖母がいた。こちらを向いて、無表情で突っ立っている。よかった。私を置いていったんじゃなかった。安堵で胸がいっぱいになり、カーテンを開けようとした。すぐに思いとどまった。何かおかしい。いつもの祖母と何か違う。あんな気味の悪い祖母は見たことがない。何がおかしいのかはすぐにわかった。祖母は、犬の首を持っていた。どこから捕まえてきたのだろう。薄い茶色で、舌がデロリと垂れている。大きさは多分中型くらい。それでも首を切るのは大変だっただろう。犬の頭も、足元に転がった胴体も、祖母も赤く染まっていた。しばらく突っ立ったままだった祖母は、やがてだるそうに犬の胴と頭を持ちどこかに行ってしまった。見てはいけないものを見たんだろう。私は震えながら布団に戻り、どうか祖母を元に戻してくださいと神様に祈っていた。神様なんていないとわかっていたけれど。目が覚めると、祖母は隣で眠っていた。元に戻っていなかったらどうしようと思い、起こさずにずっと見つめていたら、目を覚ましてくれた。おはよう。お腹すいたかい？そう言って笑ってくれた祖母は、いつもの祖母だった。ああよかった。安心して私は、お腹すいた、と、返事をした。祖母から漂う生臭い匂いは気にしないことにした。家の中を、狐やタヌキや犬のようなものがうろうろしているのが見えるようになった。父も母も気づいていないようなので、自分にしか見えていないんだろうと思った。ある日祖母にそのことを言うと、祖母はとても嬉しそうな顔をした。それは何をしてるんだい？そう聞かれたのでありのままを答えた。父と母にまとわりついて、それがくっついていると二人ともとても気分が悪そうだ、と。夜中に母が叫ぶことが多くなった。昼間も青い顔をしている。どうやらあまり眠れないらしい。母の体調が悪くなってからは摂関はだいぶ減ったが、イライラしているようだった。その頃から祖母に、玄関から出入りしちゃいけないよと言われた。理由は問わなかった。大好きな祖母の言いつけだ。祖母と私は裏の勝手口に靴を置き、そこから家に出入りするようになった。家の中が生臭くなってきた。特に父と母から強く匂うようだ。二人とも綺麗好きだったのに、だんだん身なりに構わなくなってきた。爪が伸びて、中に黒いものが詰まってる。服もなんとなく汚れている。お箸を使わない。父が独り言を言うようになった。何を言ってるのか聞きたくて後ろからそっと近づいてみたが聞き取れない。父はとても臭い。それは獣の匂いなのか、父の下着に溜まった排泄物の匂いなのかわからない。母が金切り声を上げる。空中に向かって包丁を振り回す。そういえば最近摂関されていない。もう母には私が見えていないのだろう。そんなことを思った7歳の時、市役所や病院の人が来て、父と母を連れて行った。祖母はよろしくお願いしますと頭を下げていたが、みんなが帰ると私を振り返ってにっこりした。私もにっこりした。大好きな祖母と二人だ。これでもう何も怖くない。13歳の時に祖母は脳梗塞で倒れ、体が不自由になってしまった。家の中にいた獣たちは、皆祖母にまとわりついていった。そう告げると祖母はため息をつき、きっと帰ってきたんだねとつぶやいた。それから2年、地方でゆっくりと子供に帰りながら祖母は他界した。全身に原因不明の湿疹と蕁麻疹が広がり、体をかきむしりながら行ってしまった。遺体を解剖して、死因は蕁麻疹で喉が腫れた窒息死だったそうだ。原因不明の湿疹と蕁麻疹は動物アレルギーから来るものだと言われた。動物を飼ったことはなかったけれど、わかりましたと返事をした。私はまだあの家に住んでいる。相変わらず勝手口から出入りしている。家の中には獣たちの姿も、獣のようになってしまった祖母の姿も見える。祖母が何をしたのかは聞かなかったが、きっと私を思ってのことだろう。どのような姿であれ祖母がそばにいてくれる。それだけで嬉しい。終わりです。引っ張り。漫画家の水木しげるが書いた、のんのんばーの話に、引っ張るというのが出てくるが、数十年前まで俺の住んでいた地方でもこれに似たことがあったんで書いてみる。当時自分はまだ小学生だった。引っ張るというのは、今まさに死んでいく人間はその死の間際に、生きた人を道連れにしてメイドに旅立っていくことができる、というような話。うちは四国の山奥の集落だったんだが、当時90過ぎのひいばあさんが肺炎になった。ひいばあさんくらいの年代は意志の強い人が多くて、前日まで腰を曲げて畑に出ていた年寄りが、あくる日パタッと倒れて亡くなってしまうなどということがよくあったらしい。長く寝たきりになって家族の世話を受けるという人は不思議と少なかったという。当時は自宅療養と往診が当たり前で、入院先で亡くなるということも年寄りでは珍しかった。ひいばあさんも肺炎と診断されてから1週間も経たずに死んでしまったが、寝ついたという話を聞いて近隣のばあさん連中がわらわらと訪ねてくる。それも夜陰、夜の影に紛れるという感じで。ばあさんらは普段は夕飯を食うともう引っ込んで寝てしまうんだが、夜の9時過ぎ頃に見舞いと称して野菜などを持ってきては、病人の枕元で長いこと話し込んでいく。ひいばあさんは熱も咳もあって、話ができるような容態ではないんだけど、それも構わず病人に向かって、下の里の〇〇バーを引っ張ってくれ。下の里の〇〇バーを引っ張ってくれ。のようなことをくどくどと頼み込む。その〇〇バーにどんなひどい仕打ちをされたかなどのことも一緒に話していた。これらの声はひいばあさんが寝かされてる部屋から逐一聞こえてくるんだが、頼む方はそういうことも気にしてられないというくらい熱心だった。その頃はまだ一家を仕切っていた自分のじいさんはあまりいい顔はしてなかったが、ここらの集落の風習みたいなもんだから仕方がない、という感じだった。かくして、ひいばあさんの葬式を出して3ヶ月以内に、集落の年寄りが2人亡くなった。そのうちの1人は、間違いなくひいばあさんが引っ張ってくれと頼まれていた対象、〇〇バーだった。ただしその人は70過ぎと高齢だったんでたまたまなのかもしれず、引っ張りの効果かどうかは何とも言えない。そんな話。私の松葉杖。皆さんはつくも神というものを知っていますか？長いこと使っているものに宿る妖怪、もしくは文字通り神様らしいのです。私自身そういったものに疎く詳しくはわかりませんが、どうやら、私の松葉杖につくも神がついているようです。その松葉杖というのは、生まれつき足が悪い私が使っているもので、普通のものとは違って体に合わせて作った特注品なんです。足は不自由ですが、この松葉杖のおかげで私生活や仕事には何の支障もありません。その日は仕事でオーストリアへ行っていました。仕事を終えホテルに戻り眠りについていましたが、ホテルの外が異様に騒がしく目を覚ましました。一体何をそんなに騒いでいるんだと思い窓の下を覗くと、ホテルの下にいる人たちが上を指して叫んでいる。窓を開けて上の階を見ると、4階の部屋から火が上がっていました。こんな日に限って私の部屋は3階で、位置的にも火事の部屋から近かった。エレベーターがあるホテルだったので、いつものように1階の部屋を取らなかったんです。慌てて逃げようとすると、部屋の奥に置いてあった松葉杖が、ポーンと誰かが投げたように飛んできたんです。寝ぼけているのかパニックで幻覚を見たのかわけがわからなかったのですが、その時は逃げることに集中し、松葉杖と財布だけ持って部屋から飛び出しました。エレベーターは使えなくなっていて、周りの部屋の人々はみんな非常用のはしご階段で避難していました。私の足でははしごを降りることができず、通常の階段で逃げなければなりません。一人階段を降りていると、下から上がってくる人がいました。きっとレスキュー隊だと思い大声を上げると、近寄ってきたのは普通の若者たち。何か言っているのですが、ドイツ語はあまり得意ではなく片言しかわからなかったのですが、どうやら彼らが火事場泥棒だということはわかりました。抵抗も虚しく財布を取られ、顔を見られた口封じに松葉杖を窓から捨てられ、部屋に閉じ込められてしまったんです。最後に彼らが英語で、焼け死ね、そういったことはよく覚えています。しかしその後すぐレスキュー隊に助け出され、命は取り留めました。私の部屋も無事だったのですが、あの時窓から投げ捨てられた松葉杖だけ、どこを探しても見つからないのです。変わった形をしていて、一般人は何に使うのかさえわからないようなもの。一体誰が盗むというのだろうか。とても不思議でした。あれはとても高く、もう一度作るとなるとかなりのお金と長い時間がかかります。そのために諦められない私は警察に頼んだり、地元の新聞に松葉杖のことと絵を載せさせてもらいました。3日ほど経ったある日、松葉杖が見つかったと警察から電話がありました。そして見つかった場所がなんと、あの火事場泥棒の家だというのです。新聞で見た変な棒が隣の家の前に置いてあるという通報を受けた警察はその家へ行きました。家の主に話を聞こうと火事の日の話をすると、自分の犯行がバレたのだと勘違いして、あっさり男は自白したのだそうです。私の財布も見つかり事件は解決したわけですが、大きな謎が一つ残りました。彼らは松葉杖なんて盗んでいないし、玄関に置いてもいないとのこと。誰かがそんなことわざわざするとも思えません。私は今でも、松葉杖がつくも神となって私の仇を取ってくれたんだと思っています。